ロイヤルゴールドディガーダークサイド K コムロン。このケーポンがロイヤルピガー愛用者かっていうのは、あくまでも噂でして。はい、どうもカッパ園長です。さて、自分でも何言ってるかよく分かんなかったんですけども、この最後の動画のね、ロイヤルビガーさんは内緒ですよ、内緒です、内緒です。マコさんと、小室圭さん、アメリカニューヨークへ、このお母さん小室佳代さんがね、後追い飛べみたいな話が出てきて、おい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 、ちょっと待て小室一族全員ニューヨークにお引越しですかそれじゃあさすがにワンルーム80万の部屋じゃ追っつかねえべ。 SP だってなんかこう3倍増ぐらいにするつもりですか。いや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 、さすがにそれロイヤルキャッシング、それはまだまだ余裕でしょうね、限度額ないんだからさ。だからってそれ露骨にそういうことやったらさ、ますます国民の怒りがもう沸点飛び越えていくぜ。で、まあ、これ、マスコミがそう勝手に言って、面白おかしく、なんだろうな、もうこれも結局、今日のね、取り上げ、今日取り上げてるこのね、この総数記事、全部そうですけども、結局、そのなんか、そのお金のこととかね、この不正受給の件とかね、その辺からもう、とにかくなんか国民の意識をそらそうそらそうと必死なんだよね。ね、本当にさ、うん。で、なんだろうな、これ。秋篠宮家の長女、眞子さんと小室圭さんが、新婚生活の拠点とするアメリカ・ニューヨークに出発。皇室伝統儀式を一切せずに、ね。なんでやらなかったのかとかさ。普通そういうとこ掘り下げるんじゃないの？まあ、それは都合が悪かろうな。で、せずに、小室圭さんとの愛を貫いてね、異色の結婚をしたって。軽っ。随分軽っ。皇室の伝統。異色の伝統じゃない。何？異色の結婚をした眞子さんの今後の生活が注目されます。ね。芸能界では V6 の解散もありました。なんか関係あんのかよ、これ。V6 って解散したの？って食いついちゃうし。あ、そうなんだ。じゃあもうあの、岡田くんも何ソロ？ちょっと他のメンバー名前全然浮かばないんだけど。知ってるの岡田くんだけみたいな。まあいいんですけど、なんで V6 の解散が突然ぶち込まれてきたのかよくわかんないけど。書いてる人 V6 ファンだったのかな？何？で、眞子さんと小室圭さんがいよいよニューヨークに旅立つ。で、当初は、小室圭さんだけが先に行って、眞子さんはパスポートとビザの発給を受けてから後から行くって見方もあったけど、結局お二人揃っての出発。で、小室圭さんは、ロークラークとして働いているニューヨーク法律事務所から早く戻ってこいってせかされって話だった。いや、もう早く戻ってこいじゃなくて、もうね、明日から来なくていいからの可能性の方が高かったんじゃないのかな。で、小室若さんはいろんな手続きがスムーズにいって一緒に行けることになったんだろうね。軽いな、随分。で、小室圭さんの母親、佳代さんも渡米するかもって話があるぞと。え？これ本当かね？だってさ、なんだか小室圭さんから見たらおじいちゃんの面倒を見て、なんか介護みたいな、なんかそういう話はなかったっけ？あれ？違ったっけ？その方は亡くなったんだっけ？なんかもう周りで亡くなりすぎて誰が生きてんのかよくわかんないんだけど。で、小室圭さんは父親早くに亡くして母子家庭で育ったから、佳代さんとの絆がとても強い。眞子さんも佳代さんを信頼していて、二人の関係はいいみたいだよね。なんかまたこういう体だ。で、小室圭さんは落ちてしまったニューヨーク州弁護士試験のリベンジが2月にあるので、当面仕事と試験勉強の両立で大変な毎日。眞子さんも現地で世界三大美術館のメトロポリタン、あ、メトロポリタンか。いつもこのメトロポリタンのメトロが出てこないで、いつもナポリタンにしちゃうんだよな。の日本ギャラリーで働くことが有力視されている。そんな二人を佳代さんがサポートしてくれたら心強いだろうな。誰これ。そもそも佳代さんも海外志向強いんじゃないかな。老舗洋菓子店で働いていたけど、ドイツに留学して料理やお菓子作りを勉強したいと話していたそうだよ。で、小室圭さんを中学高校インターナショナルスクールに通わせたのは佳代さんの教育方針だろうし。でも佳代さんがアメリカに行っちゃうと横浜市のマンションで一人暮らし。
一人暮らす、小室圭さんの80代のおじいさんはどうするんだろう。あ、そうそう、やっぱ一人いますよね。おじいちゃん一人で置いていくわけにもいかないかもね。一緒に行っちゃえば海外で結婚生活を送った元皇族の女性といえば、島津さんがいる。銀行員の夫の転勤でワシントン・シドニーで暮らし、会見でひっそり暮らせたと幸せそうに語ってたんだよね静かな暮らしにサポート体制があるに越したことはないから。静かな暮らしにサポート体制あれか、かよさん、お母さんのってこと。かよさんの後追い渡米があるか注目だねみたいなこと言ってるよ。これもあれかな、小室一家大移動ね、一家でニューヨークに引っ越すなんていう、そういうプラン本当に進めるつもりかな。まあさすがになんかね、このお母さんの小室佳代さんの渡米は無理だっていう、なんかそういう、なんていうのかな、見立てというか、っていう人もねいるんですけど、どうですかね。ここまでほらね、いやそらねえだろうとかさ、いやそらありえないんじゃないのっていうかさね、それをどうもなんだかんだ言いながらロイヤルでねじ伏せてきたのが2人だったじゃないですかね。ロイヤルパワーでこれまで何でもありだったわけだから、普通にあり得るんじゃないですかね。だって普通、複雑性 PTSD っていう難病すらね、合ってないようなものでしょ。ね、ビザ発給もね、もう超特急じゃないですか。ね、制度として編入できないはずの卒業まで成し遂げちゃうんですよ。まあ、この辺がちょっとまだ怪しいですけどね。だから、そもそもがね、多分ですけど、この、なんだっけ、LLM からね、この JD に編入できませんっていうのは、建前というか、まあルールとして多分できないんでしょうけど、それをゴリ押ししたんじゃないの、結局は。ロイヤルパワーで、でそれを見て、いやなんだよあれ違うんじゃねっていう動きがあったのが、あの同級生たちの突き上げ。だからそのできるできないはね、もう我々の言うところの一般レベルで言うできるできないは関係ないんだよね、この人たちには。それをね、どうにかしてしまうのがロイヤルパワーだったんで、ちょっと僕もね、なんかこの自分を基準にした、ね、一般のその普通を、なんていうのかな、当たり前のようにこの人たちにも、無理やり当てはめようとしていたのがそもそも間違いだったかもしれない。ね、そう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 。だから、あれでしょう。そう。無理をね、普通はできないことをできるようにしてしまう。ね、やってしまうのがロイヤルパワーだったんで。それはちょっとね、忘れてた。そうそうそう。だから、おそらく LLM からこの JD、ね、制度としてはできないんだけど、それをやらせたんだろうね。きっとね。だから、多分ね、受験資格は持ってんじゃないの？ただ、実力は当然伴ってなかったから滑ったっていう。だまあ、2月も一応試験は受けるのかな？受けるんじゃないのかな？まあ、受かるかどうかはまた別な話でっていう。まあ、ちょっとわかんないです。ね。それは僕の勝手な意見なんで。で、まあ、この刑事告訴でしょ？これもなんかこうね、なんだろう。ジャーナリストの方が頑張ってらっしゃいますけど、おそらくなんかね、ものすごいね、ちょっとこれも常識じゃ考えられないような圧力がかかって、あるいはね、断念みたいな格好にされちゃうかもしれないです。まあまあ、身の危険があってそこまでじゃないにしても、なんでよ、その判決の方に圧力をかけてね。だからもう結果的に揉み消すみたいな格好ですよね。いや、多分やろうと思えばそういうこともやってくると思いますよ。で、まあ、小室、だからもう本当おじいちゃんも含めた小室一家、ともどもですよね。もう、まるっとニューヨークの高級住宅地で、まあ、なんか、療養みたいな、保護みたいなね、通訳付きで余生を送る、ね、この辺がもう規定路線なんじゃないの、実は。ね、だからもう年収600万とかさ、ね、弁護士試験ね、落ちれば600万もまま、受かれば2000万超えとかね、奥さんとのね、この小室眞子さんのね、このナポリタンの収入も合わせれば3500万とか、ね、じゃあ子供ができて生活維持がうんぬんかんぬんとか、もう心配するだけ無駄なんだよね。それはあくまでも我々一般人の発想、一般人の考えで、ね、ああでもない、こうでもない、できるとかできないとか、ね、足りるだろ、足りないだろ。関係ないんだよ、ロイヤル持ってる人は。すべて皇室、宮内庁、あとまあ、今度はアメリカだから、まあこの領事館、まあ大使館、だから外務省だよね。が、何事もないように、どうにかしちゃうんで、税金で。絶対そうです。確実にそうですよ、税金使って。なんかもうさ、ね、
うん、あまりこういうのを動画で僕もね、言わない方がいいのかもしれないですけど、ね、なんか一社会人としてね、うん、なんかこう真面目にコツコツ、ね、うん、いや、僕なんかは全然ね、大したことないレベルだと思いますけど、世の中にはさ、ね、このね、一生懸命、ね、コツコツ地道に積み上げてっていう、そういうことをしてる人たくさんいるわけでしょ？うん、なんかもう、やるせなくなりますよね。なんかバカバカしくなるというか、なんなんだ、地味はじゃないですけど。いやー、これはもうなんかね、分かってはいたけども、うん、およそ納得のいく話じゃないですよね、本当に。こんなんでね、幸せになれんのかね。まあ、それもちょっと我々一般人のね、ベタな発想だと思いますけど、うん。まあ、なんかね、この、嫁姑問題とかよくね、この世間でも言われてますけども、なんか仲がいいとか気が合うとかね、うん、これも洗脳を聞かされてるだけじゃねえのかなって、ちょっとね、そういうことを言われてましたけどもね、うん、価値観や思考はなんとなく同じっぽい気はするんですよ。うん、まあだからね、いわゆる一般家庭のこの、なんだろう、2世代、3世代か、うん、の家族のように、一緒に暮らしてもね、まあおかしくないっちゃおかしくないのかもしれないですけども、ただ、ね、ただ税金は使ってほしくないんですよ。そこだけですかね。うん。だから本当だったら皇室とか宮内庁とかね、うん、このなんとか省とかなんとか庁もね、一切忖度しないでもらいたいんだけど、まあダメだろうな。聞かしまくるだろうね。うん、ロイヤルパワーはやっぱりね、我々の想像を絶するところまで、隅々までね、ことごとく徹底的に聞かすことが多分できるんですよ。だからもう不可能ないんだよ、きっと。うん。だからありえないことが、そう、だからそう考えると、じゃああれなんで滑ったんですかって、そこだけだよね。そこだけうまくなんかね、聞かせられなかったのはなんでなのかなとね。一人二人出るかどうかっていうマーティン奨学金までね、あのかっさらってったんですよ。うん、なんでそこ滑るかなっていう、うん、だからまあそういう意味じゃ、ニューヨーク州のね、司法試験を管理してる団体はぜひね、次も頑張ってもらいたいですけど、まあ、頑張れておかしいですけどね。まあとにかくね、この忖度とこの税金を使うのをやめてもらいたいね。いやだって私的に流用じゃないですかね、本来だったらない流れでしょ。うん、まあだからそう、違法行為ね。うん。だからまあ不正受給の類ですね。あれも本当はちゃんとクリアにしなきゃいけないんですけど、どうだろう。なんかやばそうな気がするんだよな。いや、ジャーナリストの方は本当ね、心から応援してるんですよ。うん。何せこのロイヤルがさ、ロイヤルパワーがちょっと尋常じゃねえからな。うん。まあね、この間も言いましたけど、ね、この3月あの28ページのさ、ね、この長い文章を発表したじゃないですか。でその直後、解決金払うつもりだと発言した時点で、ね、もうあの時点ですでに2人は結婚の予定固めてたんでしょう。だからもう2人がね、この結婚すれば、この眞子さんのお金をね、この K さんに渡して、K さんから、まあ、元婚約者に400万を支払うことが可能になったじゃないですか。実際になったんだし。だから結婚する前にこの眞子さんがね、まあ当時だから眞子様が、ね、この K さんに400万渡せば贈与になるし、ね、この皇族、皇室の民間へのこのね、民事にこの介入することになっちゃうでしょ。ね、まあ実際してたんですけども。だからまあ今から思えば、あれがね、あれこそがもう結婚宣言だったようなもんなんですよ。まあそう思うと非常に不愉快でしかないんですけども。まあ近々この、なんていうのかな、いわゆるこの作詞作に溺れるみたいな決着をね、見ることができるとね、まあ強く一国民として願ってますけどもね。とりあえずまあ、なんだろう、うん、アメリカで身を立てられるかどうか様子見みたいな感じになるのかな、一旦は。うん、まあ、この婚、なんていうのかな、結局ほら、なんか手記にもありませんでしたっけ？なんかこの人ってやっぱりこの愛よりもお金が全てだろうからね。うん。まあ、アメリカのね、皆さんもほら、なんか有力者とか地元の名士とかね、力持ってる人いろいろいらっしゃるじゃないですか。アメリカにはアメリカにね。うん。下手にこの二人、特にこの親子にはね、近づかない方がいいと思いますよ。一切合切吸い取られちゃう可能性が高いんでね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。